バカボン鬼塚と山口沙羅がお送りしているキッズ・ザ・ダウン。さあここで今日2組目のスペシャルゲスト女優の石井杏奈さんです。お願いします。石井杏奈です。ということで石井杏奈さん、はい、前お出になってますよね。そうなんですよ、ご無沙汰しております。この番組はい2年ほど前に。2年も2年経ちますか。そうなんですよ。あ意外と意外と、はい、2021年4月以来のご出演。はい、あということなんですね。初めましてって喉元まで出てました。危なかった。本当に危なかった危なかった。女優さんなんで、そうこの雰囲気がこう変わるんですよ、ね、その都度やっぱり2年ぐらいで変わってきますから、ね、テレビではよく見るからあれですけれども、でもほらテレビで出る時もダイレクトではなくて、それがドラマだったりなんかしたらもう下手したらね、1週間前2週間前1ヶ月前、うんうん、半年前、うん、そうそうそう、映画なんつったら1年も前、そうですね、っていう状態だから、あれいつの間に髪の伸びたんすか、うん、みたいな、そうそうそう、今やってるドラマではショートなのにとか、そう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 、よくあるあの錯覚なんですけれども、うん、ありますね、うん、ありますよね、うん、なのでね、ちょっと驚いちゃいましたが、うん、石井杏奈さんですけれども12歳で女優デビューしまして、はい、これまで様々な作品で、出演されておりますが、また現在ね、僕はよく見るのはタクシーアプリ GO これの CM でよく見てて。そうですよね、はい、すごいたくさん声をかけていただきます。それでそうなんですよ、そうなんですよ、ものすごい種類ありますよね、あれものすごい種類ありますね。だからもう、あ、このバージョンかとか、そうそうそう、思いながらそうですね、もう分かっちゃう状態なんです。あとアサヒ飲料の和紅茶の CM にも出演中という、はい、ことでございます。で、11月11日から26日まで舞台シェル、これがカート神奈川芸術劇場で上演、はい、まあ、これからですね。これからですね。これから入ってきますよね。月ぐらいから始まります。プロの、まあ、劇団もそうですけど、プロの演劇の場合はだいたい、まあまあまあ顔合わせから含めて1ヶ月ぐらいで仕上げちゃうんで、アマチュアはね2ヶ月もし下手すると3ヶ月ぐらいかけてやるんですけど、プロはもう掛け持ちの人もいるし、ドラマやって映画撮って舞台もやるって人もいるんで、その仕上げがやっぱ皆さんそれぞれもうプロですからすごいんですよ。僕はあの劇団の養成所にいた時に、はい、やっぱりこの目の当たりにして、あ、そうなんですね、そうそう、プロとの違いっていう、あ、そうですよ、そうですよ、そうそうそう、だ、顔合わせがあって台本渡されて、うん、で役名が決まるでしょ、はい、でこうやって読み合わせていくじゃないですか、読み合わせがあって、もうすぐにもう台本持って立って、舞台の場合ですよ、あ、そうなんですか、立ち稽古してっていう、うん、でそのまま台本をもう速攻で話す人とね、そうですね、話す人と、ま、やっぱちょっとこうチラチラこう見たりする人と、うん、ちょっと話せない人と分かれますね、分かれるんですよ。こっからがもう本当にその人のなんかそれぞれのスタイルのやり方で、役者さんもそうっすよね。そうですね、基本みんな本当いろんなスタイルがあるのでね、そう、なんかお会いしてすごい新鮮だなって思う人とか、そう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 、楽しく本当いろんな人間観察をさせていただいてますですよね今の演劇スタイルどうなってるか分かんないですけれども、多分僕は30年以上前なので分かんないですけど、でも通し稽古までに覚えればいいんですよ、うんうんうん、要はそうです、ね、要は通し稽古までに覚えてれば、まあ、それぞれ台本持つ人あまりにも作品が重なってる場合はちょっと混乱するみたいで、台本しっかり見てやる人もいれば、あとあれですよね、台本によく書き込む人いますね、で一切書き込まない人いますね、これ不思議ですよね、分かれますね、それもそう、しっかり修正点を演出から聞いて、でその場で書き込まずに頭で入れて修正してくる人と、うん、やっぱもうしっ
かり書き込まないと、後でお家に帰ってそれをもう一回やらないと入らない人と、まあ、どっちが どうじゃないんですよ。うん、最終的に投資稽古の時にフルでいい芝居ができればいいんだから、到達点はそこだからですよね。どういうタイプですか石井さんは。私は基本稽古始まる前にある程度覚えていて、うん、稽古始まってこう会話しながら入れていくスタイルで、とか、あの演出家さんから言われたことは全部メモしてます。あ、メモして、全部メモして、あの家帰ってから復習して、はい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 、でしてますね。そうですね、できる女優さんですね。いやそんなことないです。そんなことないです、全然。いやでも本当にあの、うん、早くに台本話すのはやっぱすごいっすね。もう緊張しちゃうので忘れちゃうから、はい、入れておかないと思う、うんうん、とりあえず自分で入れて、一人で入れてから、あと会話でしっかり定着させていくっていうタイプですよね。そうです、そうです。でニュアンスも演出家さんによっては台本書き換える場合もあるんで、ちょっとやめよう、このセリフとか、ありますね、ここ飛ばそうとか書き加えたりとか、今すごいんだよ。なんか僕らなんかさ、もうそれが当たり前のことで来てるじゃん。今口立てとかあるんだよ。口立て、セリフ、そう、演出家さんがこうやって役者だけ集めて、もうなんかその場であのこういう設定だけ話して、ちょっと始めてって言って、だからあの即興で芝居やらせて、それをこうやって聞いて、いいセリフ、それいいねっつって、すごい、そう決まりみたいな感じで口立てで、これ言って、こういうこと言ってっつって、それをその場で覚えて暗記して芝居にしていくっていうやり方もあるらしくて、とってもじゃないけど、すごいですね。すごいっす、リアルです ね、そう、だからもうワークショップ的な感じから一本仕上げるんですよ。なんかね、すごいなと思って、うん、そんな中で役者さんたちはですよ、 なんで、それをね、こうちゃんとそういう現場に行ったら対応し、うん、でも、うわー、わかんないって言いながらやるんですから、ね、1個じゃないしね、仕事が、そうそうそう、ね、それだけじゃないから、ドラマもあるし、ドラマは全然違うでしょ、うん、そう、同じシーンをいろんな角度から、そうそう、あ、そうなんですよね、それすごいよ、それ変わっちゃいけないしさ、セリフのニュアンスも、うん、そうだしね、セリフなくても後ろから撮りたいんでっつって、後ろ姿だけこうやってやってる時に、うんうんうん、ねえ、芝居する人としない人いるらしいよ。あ、そうなんだ。そう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 、ずっとふざけてる人もいるらしいし、あ、います、います、そうなんですか、笑わせてくる人とかいます、相手をこう笑わせようとしてこうやってやる人もいれば、本当に真剣にこう聞いてお芝居してくれてる人もいるしっていうね、それもやりつつでしょ。だからね、一時期こうすごいんだね、なんかね、こう石をひゅって投げれば役者に当たるなんて言われてる時代もありましたけど、うん、特殊な仕事なんですよ。本当そうですよ、もう俳優さんって、うん、すげえな、本当に頭すごい、本当にね、あのこの石井アナさん出演していたドラマ、はい、彼女たちの犯罪、はい、これが今週木曜日に最終回を迎えたということなんですけれども、これは結構あれですか、ギリギリまで撮ってたんですか、それとも結構早めに上がったんですか。少し早めには上がっていて、はい、でもあの放送と同時期には撮っていたんですけど、うん、もう暑い夏にサイコスリリングサスペンスってい う, うわ、もうちょっと暗めの物語を撮影してました、はい、うわ、これ台本もらえば結局そのサスペンスですから、はい、最後が分かるわけじゃないですか。そうですね、なんかそれも言えなかったりね。そうなんですよ、だからもう始まっている時、撮影が始まりつつ、うん、放送も始まってる段階でもいろんな人からどうなるのって聞かれて、あー聞くいいのみたいな、逆にいいの言ってもっていう会話をもう何ラリーもしました。何ラリー何ラリーもしました、聞きたい。そういうのって どうなんですか、まあまあ、あのいわゆるあの番組でテレビ局監督さんも含めて、うん、内容は伏せましょうねって一斉に言う場合もあれば、きっとあの、まあ、それぞれに任せる場合も、そうですね、基本的にはそれぞれなんですけど、うん、
みんなこうなんか暗黙の了解で言ってないですね、うん、ですよね。そうですね、言わないね。どこで流れちゃうか分かんないから、ね、うん、そうですね、楽しんでもらいたいっていうのがあるので、ね、うん、でも言いたくなりますね。いや、なんかそれが意外と言いたくないんですよ、逆にね、見せから聞きたいみたいな。もう映像で、多分自分の口で説明するよりも、うん、映像で見た方が絶対に面白いから、うん、もう音とか編集とかも全部含めたもので楽しんでくださいっていう、うん、はあ、なるほど。そうなんですよ、だから言ってないですね。なるほどね、はい、でも聞いてくる。でも聞いてくるんです、聞いてみんな。あれってどうなのみたいな。そう、もう毎週母から来てました。やっぱそうですよね、聞きたいも。母さんはちょっとやっぱ一番聞きたいでしょう。お母さんの特権だし。そうですね。じゃあちょっとすいません、ここで気象情報ですが、ここで気象に関する情報なんですけれども、群馬県南部に大雨警報が発表されています。土砂災害や河川の増水氾濫、低い土地の浸水に警戒してください。以上、気象に関する情報でした。いや、でも本当にあれですよね、そういう風にこのサスペンス系とかオチがわからないとか今結構多いじゃないですか。多いですね。そう、転び方が全然わかんないですもんね。ね、それがね、まあまあまあ、ちょっと大型になればなるほど、なるほど、ちょっとね、映画とかになったらね、ね、そうですね、いわゆるネタバレってやつで、ね、一番困るのはご本人じゃないかなって、うん、そうですね、でしょ、やっぱ見てほしいから、みんな多分あんまり言ってない気がしますね。あ、なるほどね、やっぱサスペンス系は。そうですね、いや、ちょっとなんか、寝言とか、ね、寝言で言うわけねえだろ、みんなに言わないからさ、あ、これ私がね、犯人は A と見せかけて B だB なんだよ、お母さんみたいな大声うんうんうんみたいなまあ、寝言で言ったとしてお母さんと一緒に寝てないと思う。寝てないか、そうですね、一人で寝てますね、うん、一人で寝てる。扉を越えて聞こえてたらね、そんな大きな声は出さないと思うよ。出さないかな。ほら、睡眠アプリとかで入れといて寝言が分かるの。お母さん後でこうチェックして聞いてた。怖いな。聞いてた。それが怖いわ。それがサスペンス。そーっとスマホをこうって枕元にこう娘のよく寝てるなっていうところでピッて押してそのまま扉閉めて、それが怖いわ逆に。最高すぎる。ここでちょっとヒッツ名物のワンミニッツクエスチョンというね、やらせてもらっていいですか。はい、お手元にですね、質問のね、紙があるかと思います。別紙1別紙2があると思います。あります。別紙1別紙2別紙1別紙2の順番で質問させていただきます、はい、丁寧なんですよ、うちの番組は、はい、一時期はね、これ言わずに始めてたら結構戸惑う方が多くて、そうですよね、えってなっちゃったんで丁寧に説明するようになりました。はい、ではこれでやらせていただいてよろしいでしょうか。はい、もちろんです。石井アンナさんへのワンミニッツクエスチョンスタート。最近嬉しかったこと何かあります？美味しいパンが焼けたこと。あら、今一番楽しみにしてることは何ですか？楽しみにしていることは愛犬に会うこと。最近手に入れたいなと思ってるもの何かありますか？掃除機です。お、今一番自分の弱点だと思うものは何ですか？恋愛リアリティショー。お、最近美味しかった食べ物何でしょう？昨日大阪にいたんですけど、夜ご飯で食べた餃子。あら。今一番幸せを感じるのは何をしてる時ですか？寝てる時です。最近気になる人や物って何かありますか？すっごく太めの糸。お、将来行ってみたい場所はどこ？スペイン。最近恥ずかしかったこと何かありますか？あります。足の裏の皮がむける液に浸して3日後にこうむけてくるんですけど、それでサンダルを履いてしまった。いや大変。将来やってみたいことは何ですか？プライベートで海外に行きたい。お仕事じゃなく、そうです、プライベートで海外に行きたい、はい、でスペイン。スペイン、スペインいいですよ。行ってみたい。もう僕逆にスペインしか行ったことないっていう。あ、そうなんですね。こんなことばっかりだから、なんで俺スペインしか行ったことないんだろうな、うん、やっぱりアメリカに憧れ。そうそうそう、アメリカ行きそうな感じするじゃん。行きそうです、行きそう。古着めっちゃ探してそうです。そうでしょ、うん、古着めっちゃ探してそうじゃん、うん、レコードと、レコードとアメリカ行って、うん、そう、行ったことないのよ。
アメリカ、あの本土の方、アメリカの本土の方は、アメリカ領はあるけど、アメリカ本土の方はないですね。そうなんだ。そう、グアム、サイパン、アメリカでしょ、うん、そこはあるけどね。スペインどこ行きます？北、南、南がいいって言いますけどね。え、全然そういうのは決めてないんですけどね、ご飯が美味しいとか。ご飯はね、全般北も南も合いますよね。あ、本当ですか。あとサッカー見に行きたいんですよね、本場の。もうじゃあバルセロナかな。そうですね、バルサ見に行きたいなっていうのは。バルサ、プロっぽい。バルサかっこいい。なんかね、あれだよ、まあまあ日本でもね、あのいわゆるあのサッカー場、サッカー球場、うん、もしくは野球場、うん、こうやってドームでも遠くからこうやって見るけど、うん、あれ不思議だよね、うん、あのバルサのホームで、うん、なんかコロシアム見たくなってて、うん、あ、そうなんですか。あのバルセロナって上から見るとなんかこう、うん、なんか整列してるんですよね。なんか建物が、そう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 、そう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 、上から見てると、ね、なんか建物が、建物がね、整列してるんですよ。そうそうそう。そんな中からタクシーで通って見る、ふわって見えてくる、あの、うん、そのコロシアムみたいな球場、すごい雰囲気あります。街並みが、街並みが古くて、で球場が新しいと浮くじゃん。うん、確かに。なんか。球場が新しい最新型だとちょっと浮くでしょ。ちょっとさ、うん、それ考えられてんのかな。まあまあまあ、もちろん歴史も古いんで、そうそうそう、そういうことなんだと思いますけど、ちょっとびっくりするぐらいかっこいいんですよ。中入りませんでしたけど。あ、そうなんです。外からね、外観が。そう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 。でも海鮮系行けるんだったらバルセロナはね。行けます。海町ですから。うん、あ、そう。まあ魚だ、貝だ、あー、いいな、オリーブオイルだ、オリーブオイルだ、タコだ、タコだ。あのお刺身系はないんだよね、あんまりね。 あと生はね、火が通ってるから、パッチョ系ね、パッチョ系。え、なになに、パッチョ系ね。パッチョ系、あ、違うか、パッチョ系は違う。パッチョはイタリアだ。イタリアだったね。エスカルゴの方だね。エスカルゴ、それフランスじゃない。あ、フランス。あれ、それちょっとオリーブオイルしかハマってないね。パエリアじゃない、オリーブオイル。パエリア、パエリアだ、パエリア、そうだ、パエリア、パエリアって言うんですけど、パエリアね、パエリアだ、バルサ、パエリア、パエリアね、バラバラだと。どうしてどう、どこにどう突っ込んでいいか分かんないですけど。そうそうそう、いいだね、本当に。そうなんですよ、8時ぐらいからですもんね、ご飯ね、スタートがね。そうなんだ。そう、スタ、ご飯のスタート8時なんですよ。みんな8時まで仕事してるんですよ。そうなんだ。そうなんですよ、なんか変な国とか、変な国とか、昔シエスタの時間を休んでたから。あ、そうなんだ。お昼ご飯、あの、で、すっごいゆっくり昼飯食うんですよね。あれはびっくりした。招待されて行ったんですよ、お家に。そしたら12時半、1時ぐらいから4時ぐらいまでご飯食べてる。長い、ゆっくり。パエリアって出来上がるの時間かかるんですよ。そっかそっか。あれが出来上がって最後出てくるのが3時ぐらいで、でそれ食べてお茶して、で、よし、午後の仕事行ってくれ。そう、それから8時ぐらいまで仕事して、で8時からあの飲み行ったり騒いだりして、12時過ぎぐらいまで。大体そうですよね。体験してみたいな、いつか。ぜひ行っていただきたいと思います。そうですよね。今一番楽しみにしていることは愛犬、愛犬、愛犬に会うこと。そう、愛犬に会うこと、うん、それこそ昨日その大阪にいたので、はい、今日、昨日から今はまだ会えてないんです。あ、もう一日でロスで。あ、もう今すぐ会いに行きたいです。うわ、その気持ち愛犬も思ってると思います。あ、本当ですか。思ってるといいな。もうね、同じ気持ちがぶつかると大変なことになりますね。そうですね、もうただいまの瞬間に。今夜ですか。そうです、もうこのまま、このままですか。会いに家に帰る。うわうわ、もう愛犬マックスだ。愛犬多分見たこともないぐらい飛び上がりますよ。ですかね。飛び上がります。2匹ですか。2匹。そう、2匹です。2匹、2匹、ね、2匹、同じですよね。あ、そう、名前がね、面白いんですよね。そう、あ、どんどん導入すごい、うん、そう、五郎と黒っていう、五郎と黒、そう、数字なんですよ、56と96っていう。
56と96だけ、たまに病院とかで56さんって呼ばれることがあって、あ、それは絶対そう、そういう呼び間違いとかあるんですけど、おいおい、そう、でもあの、うん、なんか実家の犬が36で三郎なので、そこにこうちなんでというか、うん、これ実家か、そうです、実家からか、実家から来てます、うん、来てる、それ何にも子供の時には何にも疑問に思わずに、はい、三郎って、そうそうそう、三郎って言ってた、三郎って言ってました、で頭の中では36が浮かんでる、そうです、そうです、サブロシロ全部そうです、46じゃんそれ、シロサブロシロってなんで46た付け足したんだよ、付け足しちゃった、付け足しちゃったよ、サブローだってサブローだって、そうです、サブローです、サブロシロね、うん、これ最近嬉しかったことは、美味しいパンが焼けた、そう、うん、最近パン作りにハマってまして、なんかこう上手にメロンパンが作れたんですよ、メロンパンってどうやって作るんですか？メロンパンはまずパン生地を作って発酵させたりとかしてる間にクッキー生地作って、はい、でこういろいろ最終発酵の直前にクッキー生地を乗せて、うん、で発酵して焼いたらすぐできるんですけど、クッキー生地はクッキーを作るように作るんですか？そうです、クッキーを作るように作るだけで、上にパカッと乗せる、そう、パカッと乗せるだけで、そう、だから前日の夜にこう仕込みしといて、うん、朝そのパンをこう成形して、うん、最終発酵して、うん、そう焼いたらもう朝焼きたてが食べれる、焼きたてのメロンパン、そうなんですよ、なんて贅沢なんでしょう、でももう全然その研究に研究を今重ねてる状態なので、何が美味しいかなとか、こう例えばちょっとなんかこうバターを入れてみるとか、中にとか、そう、ちょっとお砂糖を減らすとか増やすとか、なんかそういうので、だから自分好みの作りたいなっていうので、そうやってるんですよ。本当にパンがお好きなんですね、きっとね。そう、母が好きで、それでよく美味しいパン屋さんに並んで買ってきてくれるんですよ。じゃあなんか自分でも作れるかなみたいな興味本位から、本当ここ数週間前とかに始めました。ね、大体本当にパン好きと、まあパンはなんとなくすごく好きっていうのとちょっとやっぱ分かれますよね。分かりますね。なんかほらパンが好きな人って、もう大体こう切ってくれる食パンとか、まあフランスパンとか。硬めのパンとか、うん、ああいうのを買ってくるでしょ、うん、俺ら、うん、パン好きなんだよっていう、うん、パン好き、うん、俺パン好きっていう、俺みたいなタイプは、うん、お惣菜パンに目がいっちゃうんだよ、ね、あ、わかります、あ、だからさ、系統が違うんですね、系統が違うんですよ、味付いてるのね、そうそうそう、だからこの食パン美味しくないっていうのと、うん、この食パンに塗ってるこれすごくうまくないっていうのの違いがこう出ちゃうんですけど、今聞いてたら石井さんは完全にパン好きですね。いや、でも私も結構にわかですよ。本当ですか？パン好きっていう感じで、その本来の美味しさ多分まだ分かってないです。本当？だからその母だよ、頼みで、そう、美味しいパンをいっぱい食べさせてもらって、舌を超えさせてもらって作るっていう、そこでどんどんね、うん、そうですね、こう、いわゆるこの煮詰めていくというか、自分でね、そうですね、美味しいパンにめがけてどうでしょうね、はい、僕なんかだって今聞いてて、いや、まあいろいろと、いろいろ変えて変化与えてっていう話を聞いてたら、俺は頭の中で、あ、メロン果汁とか加えようかなとか、あ、おクリームどうしようかなとか、そればっか考えてましたからね。あ、そっちじゃないんですよね、味の方、味付けの方そっちじゃないんだよ、素材だよって、素材なんだよ、素材でさ良くなってく時間とかの配合の違いとか、焼き方の時間帯とか、そういうのをこう見て変えていくっていうのが本格的です。そうですね、ありがとうございます、ありがとうございます、こちらこそ勉強になりました、勉強になりました、クリームのことしか考えてない俺、反省します、パンじゃないじゃん、パンじゃねえじゃん、パンじゃない、結局好きなのはパンじゃないじゃん、じゃないじゃんって怒られる、そこに気づくっていうね、はい、すいません、じゃあですね、いろいろとお聞きしましたが、ここでリクエスト曲をお送りしようかなと思いますが、はい、何をおかけしましょうか、そこ、歌うたいのバラッド、斉藤和義さんの、これ、なぜなんですけど、こう結構もうみんな
男女問わず年齢問わずみんな知ってる曲であるし、はいはい、あとなんか定期的にすごい聴きたくなるんですよ。でそういう時に結構こう浸りたいというか目をつぶって情景を思い浮かべながら聴きたい時にこの歌を聴くんですけどすごくこういい曲なのでこの曲をかけたいなと思いました。なんか三位一体というか、うん、斉藤和義さんのあの声もいいし、その曲もいいし、あの雰囲気もね、リズムとかも、リズムもすごい素敵でってことですもんね。んじゃあ改めて曲紹介を、うん、はい、斉藤和義さんで歌うたいのバラッド。ああ歌うことは難しいことじゃない、ただ声に身を任せ、頭の中を空っぽにするだけ。ああ目を閉じれば
送りしたのは斉藤和義で歌うたいのバラッドでした。シーバラTown、 全国交通安全運動実施中。これからの季節は日の入りが早く、夕暮れ時は人影などが見えにくくなります。交通事故防止のため早めのライト点灯、スピードを抑えるなど思いやり運転をお願いします。埼玉県交通安全協会、埼玉県警察本部でした。 NAC5 パワープレイ、イエイリデオ、シューティングスター、家入りレオシューティングスター、 The Town、 バカボン鬼塚と山口沢がお送りしているヒッツザタウン。この時間のゲストは女優の石井杏奈さんをお迎えしております。ご案内よろしくお願いします。お願いします。ということで舞台のシェル、はい、これはあの11月に舞台があるんですけれども、はい、カート神奈川芸術劇場で上演という、11月11日から26日まで、結構ありますね。そうですね、2週間ぐらい、昼夜、そうですね、昼ね、まだそう稽古も始まってないんですけど、はい、そうなんですよ、今からこう詰めていくっていう感じなんですけど、うん、なんかこの どんな作品かっていうのは分かってらっしゃいますか。そうです、あの現代を舞台に特異な人間が存在する不思議な世界を描く青春ファンタジーなんですけど。青春ファンタジー。そうです、うん、もうあの高校生がたくさん出てきて、うん、高校生のこう多感な時期にいろんなこう葛藤だとか悩みとか相談とかで、はい、こうみんなで成長していくっていう話で、なんかこう今25になったんですけど、はい、今25の今こう高校生を演じるっていうので、おなんかもう最後の制服かなっていうのも少し感じていて、はいはい、なのでこう今回こう高校生役っていうことで自分のありったけの思いを全部詰め込めたらいいなと思ってます。なるほど、ストレートプレイですよね。そうです、もう会話劇というか、会話劇ですよね、はい、踊りも歌も入ってこないっていうやつですね、はい、そういうあの舞台経験は今まで2年前に一度だけ初舞台でやらせていただいたことがあって、はい、それ以来2回目の2回目、はい、会話劇。どうですか 今からこう、ね、意気込みっていうの聞くのもね、なんなんですが、始まってないから、はい、そうですね、でもやっぱ舞台は本当生ものなので、うん、映像と違ってもう1からこう100まで全部が届く、はい、のでなんかすごくこう緊張とかプレッシャーとかもすごいんですけど、はい、で もう思いを込めてあの一人一人に全員に届けられるお芝居ができたらなって思いながら今ずっと台本読んでます。なるほどなるほど、そうか、いや、あの、あれなんですか、演出家の方とか、はい、そこ、ま、舞台のチームというか役者さんも含めて、はい、あの初めての方が多いんですか。ほぼみんな初めてで、初めましてだ、まだそうお会いできてなかったりとか、はあ、あのダブル主演で秋田しおりちゃんという女優さんがいるんですけど、はいはいはい、その子とはポスターのビジュアル撮影で一度だけお会いしたきりで、はあ、うわ、まだこうお芝居とかも何もこうしたことがなく、ね、だってね、ポスター撮りって結構前、そうなんですよね、ですよね、うん、場合によっては脚本とかオリジナルの場合は詰めてる時にポスターって先に撮るじゃないですか。そうですね、はい、でもその時にいろいろお話しして、うん、こうすごく気さくな方で、うんうん、年齢も下なんですけど、すごいこう、はい、あまりこう
すごいいい子で気を使わず、うん、あの話してくれて、うん、あこれはいい現場になりそうだなってもうその時に思いました。なるほどね、うん、まあじゃ あ, あのそのいわゆるストレートプレー的に言うと2回目ですけど、はい、なんかこうあれですかね、楽屋とかで自分の化粧前とかあると思うんですけども、なんか必ず置くものとかなんかそういうのあったりなんかするんですか？自分の化粧前って決まってたりなんかするじゃないですか、こう意外と広げ方、お化粧道具とか、あの備品、ドライヤーとかね、そういうのも含め歯ブラシとかね、そのもこのいろんなところにこういろいろな置き方があったりするんですよ。これみんなそれぞれの、そう必ずこのタオルをこう広げてあのそこに置くとか、なんかあったりなんかするんですけれども、うん、まだそれは私は一切ないですね。ねえ、そうすぐもう速攻で楽屋に入ったらガーッとね確保した方がいいですよ。ここみたいな。そうなんだ。のこの長い間ですからね、ずっと置かれますから、うん、ここ。そうなんだ。ここ。それが大事ですか。それが大事ですね。結構現場にはシンプルな感じで行くんですか？荷物もあんまり持たないで。そう、あんまり荷物もなくて、そうですね、台本本当必要なもの最低限で。そうですね、多分そう、そうだと思います。やたら荷物多い人とかいそうじゃないですか。確かに結構、うん、みんなそれぞれですよね、心配性の方はこういろいろ。そうですね、そうかなり持ってきたり、あと体ケアグッズとか、はいはいはい、持ってくる方とかいたりとか、あとあのそうそうそう、昼公演と夜公演がある場合は、うん、その間が空くでしょ、うん、その時にあの何をやるかみたいなので、なんかいろいろ違うみたいですよ、うん、だからあの本当に気晴らしにもうあのセリフとかは全部入ってるわけで、そうですね、何分前に何十分前にあの楽屋に入って、うん、あの支度すればっていうのが分かってて、一旦外に出る人とか、うん、楽屋口っていうか、まあ楽屋の中で過ごす、だからあの本持ってって黙々と読み続ける人とか、うんうん、いろいろいますよね。いろいろですね、本当に。そうなんですね、はい、だから先ほどなんか大体ほら お会いした時に、あいい現場になりそうだなとか思われたりするじゃないですか、はい、逆にこれは波乱だぞなんて思う時もありました。いやこれはすごく波乱が起きそうだなって全然それは全然基本みんな優しくて、でもやっぱ最初の舞台とかは緊張感がすごかったりします。もう死後言っていいのかなみたいな、こう死後現金かなっていうぐらいみんな緊張してるからね。そうなんですよ ね, そ う, すねそうですよね、うん、みんな緊張してるし、そうで演出家さんが挨拶に来る場合と来ない場合があるんですよ。もう出来上がったらもう演出家の仕事は終わりって考えた演出家さん、いらっしゃいますね。そうだから最後の通し稽古というか、あのゲネプロをやったら最後にあのお言葉述べて終了って人が結構多いですよね、うん、そうですね。であの出演者に黙って後ろの方で見てたりなんかするんですけど、うんうんうん、あのまあ、 あの行かないよっていう人もいるからね、わざと。あそうなんだ。本番はいけないけど皆さん頑張ってくださいね、うん、あそうっていう言い方をしているっていうパターンもあるし、なんかいろいろありますよね。そかそかそか。舞台は面白いです、人間模様も含めて。そうですね、どういう、ね、舞台になるか、まあ、これから詰めていきますので、はい、ぜひぜひ皆さんチェックをよろしくお願いします、うん、11月、に舞台シェル、カート神奈川芸術劇場です。11月11日から26日まで、土曜日から、日曜日までなんですけれども、チケットは販売中です。はい、販売中。もうチケット販売中だから、このなんていうんですか、どこの何日のどの公演を見るかっていうことすごく大事なんで、そうですね、初日だったり千秋楽だったり、千秋楽だったり、お芝居好きは3回見ますけどね、うん、うわ、初日と真ん中と楽日を見るっていうね、それで芝居がどう変わってるか、ね、うわ面白そう。それもそういうのもありますけどスケジュールはじゃあこれあれですかね、あのシェルでこうあの検索すれば出てきて、ね、出てきてチケットもどこで購入っていうのもできて、はい、どれぐらい埋まってるかとかも分かると、あそうですね、分かると思います。
思いますよね、はい、そちらの方もぜひチェックをよろしくお願いします。その他ですね、今後のご予定、オフィシャルサイト、 SNS ご覧になってください、はい、じゃ最後にせっかく来ていただきましたから、はい、聞いてる皆さんにちょっとメッセージいただけますでしょうか。はい、そうですね、お聞きくださり本当にありがとうございます。11月に舞台シェルが上演になるんですけど、本当こう25年間生きてきた経験だとか、あと52歳から女優をやらせていただいた経験だったり、こうなんだお芝居のもう培ってきたものを全部詰め込んで、うん、お芝居でぶつけることができたらいいなと思っております。ぜひ見に来てください。ありがとうございます。というわけでございまして、この時間のスペシャルゲストは女優の石井杏奈さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。It's the town. 水色インドライトブルーカフェ、水色インドライトブルーカフェ、水色インドライトブルーカフェ。せわしない都心から一歩路地裏へ、少し道路にせり出した電柱のあるいつもの角を曲がると、見えてきたのは淡い水色の看板を掲げたあのお店、水色インドライトブルーカフェ。目指すは一番奥、何人もの人が腰掛けて背もたれがツルツルになったアンティークすぎるあの椅子が私のお気に入り。ゆったりとした音楽とコーヒーの香りで思わず都会の喧騒を忘れてしまう。そんな居心地の良さを気に入っている人は多くて、ほら今日もいろんなお客さんがここで思い思いの時間を過ごしている。私石井杏奈は友達と待ち合わせている間、ここのお客さんたちといろんな話題をシェアするのが楽しみ。今シーズンは久々にロングブーツを履きたい気分。この間セットした目覚まし時計が鳴らなくて焦った。リップおすすめの秋色ってある？など話は尽きない。さあ今日はどんなお話と触れ合えるかな。さて秋分の日には昼と夜の長さがほぼ同じになると言われていて、この日を境に冬にかけて徐々に夜の時間が長くなっていくのですが、皆さん時間ってどうやって確認していますか？最近はスマートフォンが時計代わりという人も多いかもしれませんね。そこで今回は時間を知るには欠かせない時計についてお話ししていきたいと思います。その前にまずは一曲、タヒチェイティでハートビート。Can you feel my heartbeat when I'm close to you? How, 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 how. Can you feel my heartbeat when I'm close to you? How, 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 how. Enough for me is not much for you.Forgive me, that's all I can do. Can you feel my heart beat when I'm close to you? Can you feel my heart beat when I'm close to you?ブルーカフェ、水色インドの提供でお送りします。人はたくさんの選択をする。それでも昨日と同じ帰り道を選ぶのは答えを知っているから。少しだけそれてみたら初めましての答えがあった。ちょっとだけのことなのになんだか嬉しい。まとわりつくものをそっと畳んだら自分に似合う洋服が見つかった。この先も
どれくらい自分らしさを忘れないでいられるだろうか。いくつになってもこだわり続けて、思うままに洋服を着る。そうして選んだ洋服を着たら、いつもの道を寄り道したくなった。ふと前を向くと、いつもより風が心地よかった。多分、昨日よりずっと自分らしくいるからだ。誰かに話したくなる出来事を、もっと私らしく。水色インド。改めまして、石井杏奈です。始まりました、水色インドライトブルーカフェ。心地よい音楽とトークを楽しみながら、このカフェの名前、水色から得られる癒しや落ち着きの空間で皆さんと過ごしていきたいと思います。私、石井杏奈も日々気になっているファッションやグルメなど、毎週一つのキーワードに沿って私らしさを感じられるライフスタイル情報を、このカフェの常連である皆さんとシェアしていきます。さて早速、今日私が着ているお洋服なんですが、まずトップスは表裏で素材が異なり、ふわふわのファーか優しい肌触りのカットソーか選べるリバーシブルのプルオーバーです。綺麗なコクーンシルエットですが、着心地も良く、ファーによる保温性で暖かく気持ちよく過ごせます。ボトムスはツーウェイストレッチを使用したワイドカーゴパンツを合わせてみました。膝のタックを施した立体感のあるシルエットが特徴で、綺麗めに履きこなせる水色インドさん人気の一枚なんだそうです。ボリューム感のあるゆとり幅で、ウエストは中紐がついた履きやすいデザインです。さらっとした生地感で、秋口だけでなく長い季節楽しめそうです。このね、トップス皆さん絶対買った方がいい。めちゃくちゃ気持ちいいです。肌触りがすごい良くて、今回はあのふわふわのファーを外側に表にして、あの裏地には優しい肌触りのカットソーの方を裏地なんですけど、もうすっごい肌触りが良くて、こういうファーのトップスってなんかこう中まで響いたりして肌が痒くなったりすることあるじゃないですか。そういう心配はもう一切いらないですね。でこう逆、表裏でこうリバーシブルのデザインなので、表裏逆にしたとしても、このファーがチクチクしないんですよ。全然本当にすごいふわふわのいい生地を使っているので、全然肌が痛くないですし、肌触りも良くて、リバーシブルでどっちもこの秋たくさん着たいトップスになっていますね。でそれに今回はあのちょっとこうワイドめのカーゴパンツを合わせたんですけど、まあ、そうすることによってちょっとモードっぽくオールブラックでちょっと今日は着てみました。このねオーバーサイズもすごい形が可愛くて、パンツの形がやっぱワイドのシルエットだから、今流行りの女性が着るとすごい可愛いと言われるあのシルエット感で今日はコーディネートしてみました。なのでね、こうオーバーサイズでこうメンズライクだからこそ、こう今回は髪の毛をちょっとオイリーにして夜巻きで下ろしてみたんですけど、ほんとポニーテールでもすごいこう可愛いですし、サンダルを合わせたんですけど、これをちょっとなんかヒールにするとギャップで大人っぽく見えたりとか、なんか女性らしく見えたりとか、なんかそういう楽しみ方もあるので、いろいろこう皆さん試してみてください。さて今日のテーマは時計です。最近はスマートフォンを時計代わりにしている人も多いようなんですが、皆さんは普段何で時間を確認していますか？私はね、普段基本的にはスマートフォンですね。時間見たいなっていう時は携帯をポンって押すとすぐに時間出てくるので、それを見ますね。しかもね、最近なんかよく見るのがゾロ目なんですよ。例えば22時22分とか11時11分とか、なんかそういうゾロ目を見ることが多くて、自分の中でそれ見ると、あーなんかいいこと起きるかなとか思いながら確認してますね。でそれをね、一回見ちゃうとね、また例えばこう11時11分で見た時に、次12時12分とか、なんかそういう気持ちいい数字を狙って携帯を押しちゃったりするんです。なんかそういう風に結構スマホで時間確認することが多いですね。でね、家の時は基本1個リビングに時計がついててそれだけです。寝室にあの目覚まし時計も置いてなくて、もう時計は家の中で
それだけですね。あとは基本テレビつけたりするので、テレビの時間とかですかね。うちの時計はね、革の時計なんですよ。革が経年変化してちょっとこう味が出た革になっていくのがすごい好きで、革のものを集めてたんですよ。でそういうブランドで、ティッシュケースと時計がお揃いの色で売ってたんですよ。これ家で揃えたら可愛いと思ってどっちも買いました。でまだ全然 3,4 年経ってもなんかそこまで汚れも目立たなくて、まあ、ちょっと色が濃くなったりしたんですけど、ちょっとずつ経年変化楽しめたらいいなと思いながらそれにしましたね。あとはね、日頃からの時間管理としてね、なんか時計の時間をあえて5分進めてあるとか、アラームを設定するとか、そういう人いるじゃないですか。私ね、本当に何にもしてない。こういうお仕事してると音を取るから、なんかブーブーとかっていう音とか、マナーモードを解除してたら音が鳴っちゃったりとか、なんかそういうのがやっぱり良くないんですよ。なので基本的にはもう自分の頭の中で時計を作って、それでも体内時計っていうんですかね、もうそういうのでやってますね。というわけでこの後も時計にまつわるエピソードをお話ししていきます。その前に一曲、ジェフ・バーナットで Once Upon a Time。On your phone, damn, I can't leave you alone. For some reason, I just can't get enough of you, lady. I'm sure you already know that you're beautiful, but your smile and complexion is driving me crazy. I'll come over to your place, we'll have some drinks and chill, or we can watch some TV, fall asleep, see, as long as I am with you. Tell me stories, I'll just listen, let's do something new. And even if it's only for a second, as long as I am with you. Cause we could be just like a story from the movies. You next to me all night, just like how it's supposed to be. Girl, it's possible, I'll take you where you wanna go. There's no limitation in my wild imagination. Please be comfortable, we could take it nice and slow. But damn girl, that body is driving me crazy. I'll come home. 水色インド、ライトブルーカフェ。さて、今日は時計についてお話ししていますが、時計の歴史はおよそ7000年前からなんです。人間と時間との関わりは長く、今から7000年前の紀元前5000年頃にはエジプトで時刻の計測に日時計が使われていたそうです。地面に棒を立てて、太陽とその棒が作る影の位置から時刻を知る仕組みでしたが、北半球に位置するエジプトでは日時計の影の移動が右回りだったことから、現在の時計の針も右回りとなりました。時計の技術革新は1583年、イタリアの学者ガリレオによる振り子の等時性原理の発見によってもたらされました。これは振り子は同じ長さであれば大きく揺れても小さく揺れても一往復にかかる時間は変わらないというもの。この原理をもとに1656年、オランダの学者クリスチャン・ホイヘンスが振り子時計を発明。この振り子は1日の進み遅れが 2,3 分ほどで、時の刻みの正確性が飛躍的に向上したのでした。こうして太古の昔から時間を少しでも正確に認識把握しようと、人類は様々な時計を開発してきたのですが、私ね、結構時間細かく気にする方なんですよ。というのもやっぱ仕事始めた時が e-girls っていうグループを組んでいたので、基本私最年少だったのでみんな先輩だったんですよ。で体育会系だから15分前、10分前、5分前、集合時間は早めに行動しろっていうのが基本だったんですよ。である時
どこかの公園で泊まりだったんですけど、朝15分前にいつも部屋を出てロビーでみんなで集合するんですけど、二度寝しちゃってたんですよ。でアラームがなぜか鳴らなくて、パッて起きたら集合時間の5分前だったんですよ。でやばいと思って速攻で準備してロビーに降りて、集合時間には間に合ってたんですけど、やっぱりなんか自分の中ですごい遅刻した感じがあったんですよ。いつも先輩方をお迎えする立場でいなきゃいけないのに、今回先輩方にちょっと待たせてしまった、お疲れ様ですって自分からこう行かなきゃいけないっていう、なんかその感覚がすごい怖かったというか、やばい5分前なのに遅刻したっていう自分が許せなくて、そっからもう5分前行動はもうマスト。基本友達とかと待ち合わせとかも、知らない土地に行くんだったら10分前15分前とか、何が起きてもいいようになるべく早く行くようにはしてますね。だからそのぐらい結構時間をこう自分の中でやっぱ大事なものとして捉えて意識して行動してしまってますね。なんか遊園地とか外食の時もあんまりこう並んだりするのも好きじゃないんですけど、でも友達とかと行く時に並ぶのはもう全然好きです。話したりとか、なんかこういうのってでも家族によりますよね。うちでも家族みんな並ぶの好きじゃなかったんですよ。なのでなるべく遊園地とか行っても5分待ちとかのやつに並んだりとかしてて、なのでなんかあんまりこう並ぶことに慣れてなく育ったのかなって思います。こんな風に時間の感じ方ってその時々の状況や個人差があったりするものなので、なんかみんなそれぞれなんですけど、だからこそやっぱり時計の存在って大切なんですよね。そこで必要不可欠なのが、誰もが持ち運ぶことのできる正確な時計、特に身につけられる腕時計の存在。身につけて装着する身近な存在であるからこそ、単に時間を見るという機能性だけではなく、高精度な精密機器として、あるいは装飾品として、複数の側面から人々を魅了する存在となってきました。カジュアルモデルから超高級品まで、現在の市場では多彩な腕時計が流通していますが、その種類は時計内部のムーブメント動力機構によって機械式時計とクォーツ式時計の2つに分けることができます。かつて腕時計といえば万年筆と並んで入学や就職などの代表的なお祝い品だったんですけど、私はね、腕時計今家に3個ぐらいかな、こう装飾品としてつけているので、なんかこう中身というか製造とかに全然こだわってないですし、あんまりこう時計のことにも詳しくないので、しかも1個も止まっちゃってて、アンティークだったかな、ヴィンテージかなのものなんですけど、1個も止まっちゃってて、もうそれはインテリアというか家に飾ってありますね。あんまり腕時計は持ってないんですけど、本当に去年買ったのが初めてだったかな。で、全然スマートフォンで時計も見れるから腕時計の必要性をあんまり感じていなかったんですけど、でもファッションの一部として腕時計をつけたらすごい可愛いなと思って、でちょっと手を出しました。でもまだそこまでちゃんと調べたりとか、どういうものがいいとかも知らないので、なんかそこをちょっとこだわっていって、ちょっと大人の女性になれたらいいなと思います。というわけで、この後さらに奥深い腕時計の世界を紐解いていきたいと思います。お母さんの手はいつもあったかい。どうしてって聞いたら、私を守るためらしい。お母さんのご飯はすっごくおいしい。おいしいねって言ったら、とても嬉しそうにしてくれた。あとね、お母さんは魔法使いらしい。だって鏡の前でキラキラしている。くるくる回って楽しそうに笑う。お洋服を着るたびにいろんな色のキラキラになる。あ、だけどこのお話は内緒だよ。だって魔法が溶けちゃったら悲しいからね。いつか私もお洋服着たらキラキラなるのかな。あの頃憧れていた魔法使いになれたのは、自分らしくいられる服を見つけたから。今日も鏡の前でくるりと回る。もっと私らしく。水色インド。水色インドライトブルーカフェ。石井アンナがお送りしています。水色インドライトブルーカフェ、今日は時計をテーマにお送りしています。
さて先ほど腕時計の種類について見てきましたが、機械式とね交通式とさっきお話ししたと思うんですけど、これはね目的や好みによるところもあるので一概にどちらがいいとは言えません。例えば機械式時計は1日に数秒から十数秒の誤差が生じるのに対して、交通式時計は月に平均20秒前後の誤差しかありません。また超高精度な交通になると年に10秒程度の誤差しかなく、扱いやすさや時を正確に刻むことにかけては交通時計に軍配が上がります。ただその一方でブランドが持つ長い歴史と伝統、職人の手作業によって生み出される精緻な技術と芸術性が重視の機械式時計は資産価値も高く、自己表現の一種または一生ものの相棒として十分すぎるほどの存在感です。機械式時計のメリットとデメリットとしては、メリットは電池切れの心配がない、そして手作業による組み立て式で製造されるためオーバーホールすることで半永久的に使用が可能、そしてメカニックな手工性の高いムーブメントが楽しめる、そして高価な時計が多いため持っていると資産価値やステータス向上が期待できる。デメリット、プォーツ式の時計より価格がかなり高め、交通時計より精度が劣る、取り扱いが難しい、定期的にオーバーホールが必要でメンテナンスコストや手間がかかる。どうですか、メリットとデメリット見て皆さんどっちが欲しいと思うかな。どうだろうね。でもなんか一生ものの相棒にするんだったら、やっぱりこう高価なもの、ちょっとお金を使って機械式時計を買うのはすごく素敵だなと思います。だって本当に一生ものになるもん。例えば子供を産んだりして子供に譲ったりとか、なんかそうやって代々きっと受け継いでいけるものだとも思うし、なんかそれこそ本当インテリアとかにもできると思うし、なんか持っていて損はないと思うので、なんかそうなるとやっぱりこう自分のもう資産価値っていう意味でもちょっとこう高価な時計を買いたいなって思いました。たかが時計、サルド時計、あなたはどんな時計を選びますか。さて私がチョイスした一曲もこのカフェでかけてもらいましょう。今回私が選んだのはレコの待ち合わせです。なんか昔家の近くに時計台があったんですよ。小学校の頃こう地元の公園の時計台でよく待ち合わせしてたんで、それを思い出しこの曲をチョイスしました。時の流れを感じる歌詞です。時間が経って求めるものが変わるという歌詞に共感できる方が多いと思います。良くも悪くも変わることって大切なんだなって思える曲です。それではお聴きください、レコで待ち合わせ。他の誰かと
ち着かず中途半端で正解が分からずにお決まりのセリフさえ今日はなんだか気がなくってこっちおいでよ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 にまた負けるもったいなんてつけてないで早くどっかで休もうぜ時間が経って求めるものが変わる何も言わないまま朝が来てさよなら君の好きだったバンドが人はたくさんの選択をするそれでも昨日と同じ帰り道を選ぶのは答えを知っているから少しだけそれてみたら初めましての答えがあったちょっとだけのことなのになんだか嬉しいまとわりつくものをそっとたたんだら自分に似合う洋服が見つかったこの先もどれくらい自分らしさを忘れないでいられるだろうかいくつになってもこだわり続けて思うままに洋服を着るそうして選んだ洋服を着たらいつもの道を寄り道したくなったふと前を向くといつもより風が心地よかった多分昨日よりずっと自分らしくいるからだ誰かに話したくなる出来事をもっと私らしく水色インド石井アンナがお届けしてきました水色インドライトブルーカフェ時計についてお話ししましたが奥深いですねなんか歴史がいろいろありますね本当に無知だったのですごいいろいろ知れて嬉しかったですそして番組から大切なお知らせがあります昨年11月からスタートしたこちら水色インドライトブルーカフェですが来週が最終回となりますそうなんですよ101年かなやってきたんですけどなんか初めてこうラジオを自分でこうやらせていただいて自分一人で話すっていうことにだいぶ慣れてきてなんかこのラジオを通してやっぱ他の現場でも話が上手になったねとかいろいろこう誰かのこう話を引き出したりとかこういう話をしてほしいなっていう時の質問を瞬時に頭で考えたりとかなんかそういうことが自然とできるようになっていてこのラジオを通して本当学べたことがたくさんありましたなんか自分と向き合うきっかけにもなったしやっぱ私の趣味とかなんか生きてる上で何が自分の中でこう大切にしたいものなのかなとか改めて考えることができた素敵な時間を過ごさせていただきました引き続き皆さんからのメッセージなどもお待ちしていますFM 大阪のトップページにあるリクエストから水色インドライトブルーカフェのタブを選んで送っていただくか水色アットマーク fmosaka.net 水色アットマーク fmosaka.net までメールをお待ちしておりますあ、ようやく私の友達が来ましたまだ話し足りないですよねこの先もアフタートークに参加していただける方はオーディでご一緒しましょう番組の公式 X、旧 Twitter や Instagram もチェックしてみてください。私の今日のファッションも投稿しています。それではまた来週ここでお会いしましょう。石井アンナでした。もう待ったよ。ね、後で時計見に行こう。水色インドライトブルーカフェ。水色インドの提供でお送りしました。
の名作が平成に漫画化されて大ブレイク。君たちはどう生きるかは、いつの時代にも私たちに大事なことを教えてくれる。令和を生きるあなたにも届けたい。君たちはどう生きるか。漫画新装版合わせて267万部。マガジンハウスより絶賛発売中。車を高く売りたいと思ったらモーター、最大20社が入札。やり取りするのは高い値段をつけた3社だけ。そろそろ車検、もうすぐ10万キロ超えちゃう。新しい車が欲しいというあなたにも、もっと楽にもっと高くモーター、車買い取りモーター。東京 FM 主催めいちゃんライブツアー2023-2024 僕らの色彩。11月23 J-COM ホール八王子、1月21 NHK ホール、3月23-24 東京ガーデンシアター。詳しくは総合東京まで。めいちゃんです。全国ツアー遊びに来てね。